はい、こんにちは、つかつです。ということでね、今日もやっていきましょういやー、今回はね、2021年に読んだ本のベスト5ですね。いや、結構ね、コメントとかで、ベスト5を紹介してくださいっていうコメントたくさん来たし、僕も出したいなと思ってたんで、やります。ただ、僕ね、2021年は、11月からしか読んでないですね。11月、12月、月に30冊ずつ読んでますから、 その60冊のうちからベスト5を決めようと思うんですね。まあ、それ以前は僕全然本読んでなかったんで、その2ヶ月間の中でしかないですけれども、まあ、来年はね、2022年以降はね、年間通してのベストを決めたいんですけど、マジ読んでなかったんで、その60の中からベスト5を決めたいと思います。まあ、早速ね、やっていきますと、第5位は、肌圭介さんの ファントムですね。いやー、これね、面白かったですよ。ファントムね、狂ってたわ。原圭介ってね、たまにね、もうマジ狂ってる小説出すんですよ。それがほんと好きで、まラスジね、軽く言うと、株式をね、ずっとやってる女性と、オンラインサロンにハマった、 男性の話なんですね。結構現代的なテーマだし、オンラインサロンってね、僕のイメージではちょっと怪しいなとか思ったりするね、感じあります。まあ実際はわかんないよ。きちんとしてるかもしれないけど。でもこの小説を読むとね、オンラインサロンのね、やばさがわかってくるね。主人公は株式投資をずっとやってんですよ。スマホ見て株が上がってるから下がってるかで、ね、売ったり買ったりしてるんですけど、その彼氏がオンラインサロンにハマって、オンラインサロンの人々がね、みんな でででやっってるあるるるああ村村村村ががんんすすすよよよその村にも彼氏が行ったりするわけですよこれからは村なんだよとお金が大事なんじゃなくて、人とのつながりが大事なんだよとか言うわけですよ。まあ、なんだけど、ちょっとね、結構宗教的なところに入っていくんだよね。オンラインサロンという名の、まあ、自己啓発という名の、宗教みたいな、宗教組織みたいになってきて、結構ね、犯罪とかに関わっていくんだよ。で文章の中にもあるけど、もうオウムシ 人力を的なな感じになりつつある、暴走するオンラインサロンの話ね。これはね、もう現代人はみんな読まなきゃいけないんじゃないかなと思うね。まあ、一つの思想ですよ。そのオンラインサロンではなくて、この小説自体がそのオンラインサロンはちょっと怪しいよみたいな。まあ、僕もちょっとそういうイメージあるからね。そのイメージをちょっと突き詰めた感じの小説。だから、 一つの側面ですよ。これが真実とはまあわかんないけれども、一つの真実であり、一つの側面という感じのね、狂いっぷり。だから消費社会っていうかね、資本主義みたいなのの皮肉でもあるし、最初は結構株式の話してんだけど、後半狂ってくる、後半。どん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 狂っていく感覚が、この小説良かったですね。原圭介ね、今ね、たまたまね、このメッシーっていうのね、借りて読んでるんですけど、これもね、ファントムのちょっと続編みたいな、 完全な続編じゃないけど、これはミニマリストの話なんですね。いや、ちょっと似てんだよね。オンラインサロンとミニマリストとかさ、結構ちょっと繋がりがあるんですよね。やっぱそういう思想的なところだから面白いと思った。肌ケースケのね、代表作みたいな感じなんじゃないですかね。ファンドも良かったですよ。はい。で、続きまして第4位ですね。4位はね、藤原ムーさんのね、水と歴っていう。 小説ですね。これが良かったんだよね。最後泣いちゃったもんね。水取駅はね、小説のそのものよりかは、そのね、構成っていうか、演出っていうかね、文学的技法みたいなところの面白さが一つあって、300ページぐらいあるんですけど、その半分ぐらいはね、同じことずっとやってんですよ。あれこれ聞いたなこれ聞いたなみたいな話、ずっと続くんだけど、そのループがね、すごいんですよね。主人公クザーノだったかな。 っていう人がいて、主演校は一回東京に行って東京で働いてたんだけど、東京で大きな失敗してね、ある種挫折っていうか、して、実家に帰っていくんだけど、その実家っていうのが砂漠の街なんですね。その東京と砂漠の街がもう直通になってるわけ。日本に砂漠の街なんかないじゃないですか。ないんだけど、あたかも日本に砂漠の街があるかのような架空の街なんだよね。 東京自体は別で格の町じゃないんだけど、格の町に帰ってきて、両親とかね、妹だったかななんか兄弟もいるんですけどで、1年間実家でね、まあニートっていうか、ちょっと休憩してたんですけど、俺は北の町に行くぞって言って、その砂漠の中でも砂漠の北にもね、町があるらしいと。しかしそれは未確認で、誰もその町に行ったことがないみたいな町ね、伝説の町みたいなとこにラクダと共に一緒に行って、でその町に、ね、無事、 ついて、その街で新しい生活をするとだから、これって結構テーマがね。移動なんだよね。東京にいて実家の砂漠の街。 で、そこから北の町に行くと。三つの町が舞台になってるんですよ。で、それが基本の情報なんだけど、それをずっとループさせるんですよ。で、ループさせる中で、主人公のクザーノのお父さん、おじいちゃんと、あとクザーノも北の町で結婚し、子供が生まれるんだけど、その子供と孫も出てくるんだよね。男5世代の話になってくるんですよ。壮大な話になってきた中で、最後どう終わるかなんだよね。 最後本当に良くて、いやーと思っちゃって、うまいね。 なんか一種の神話的な話になってくるんですよね。その構成の仕方がね、僕憧れだったね。いや、こんな小説書けたらいいだろうなと思ってね。あとね、これ藤原ムーさんね、一回ね、ご本人だと思うんだけど、僕の YouTube ライブに来てくれたことあるんですよ。別にゲストっていうわけじゃなくて、なんかコメントで、マライアムー、藤原ムーって書いてたんですよで。マライアムーっていうのは藤原ムーさんの、まあ、一個前のペンネームなのかな二つ併記されてたから、 あれと思って本人かなと思って本人ですかとか言ったら多分本人だったんだよね次ね2022年のね2月かなんかに新刊が出ますよって言って宣伝していましたけれどもいや僕も気になってたんですよどっかの文芸誌で新作発表されてたんでそれが単行本化するらしくてそれもねちょっと気になってねまたね読もうかと思いますけど水と歴ねちょっと感動した面白いなと思いましたねは次ね第3位ですね3位は金子香織さんのね 途中に天あり、獣ありですね。まあ何回か動画で言ってますけど、無限のホテルがあって、で、有限のホテルがあって、主人公は無限のホテルでね、彷徨ってるんですよ。迷宮みたいなところ。で、外には出れないと、出口がないと。で、その無限のホテルの中で脱出するためにね、あっち行ったりこっち行ったりしてんだけど。 出口がないと。最終的に行き着いた先は、無限のホテルの中にある有限のホテルね。主人公は支配人になって、ホテルに皆さん来ませんかとか言って、ホテルを営業するっていう話なんですよ。これね、前のね、動画とかで言ってなかったけど、もう一人主人公がいて、女の人がね、途中で参加するんですね。その女性っていうのは、有限のホテルの中で、おもちゃ屋さんをしてるんですね。動物のね、模型を、 作ってるんですよ。ちっちゃいプラモデルみたいな作ってて、で、それを売るっていう仕事やってるんですよ。無限のホテルの中では、何でも売ってるわけじゃないんですよ。もちろんね。なんか雑誌読みたいなとか思っても読めないわけですよ。一種の閉鎖空間だから、閉じ込められてるから。だけど、その女の人はたまたま、ある部屋に行くと、模型が置いてあったって動物の。で、自分でもその模型を作ったりするんですね。で、これが自分の天職だと思って、人々に模型を売ると。やっぱり何もないより はねね動物の模型一つあっったら、ね、子供だって喜ぶといろんな人が閉じ込められてるからね。誰が閉じ込めたかとかわからないけど、少しでもそういう娯楽みたいのを作ってるわけですよ。で、その女の人が主人公が営業を始めたホテルにね、私行こうかしらって言って、長い距離歩いてホテルに行って、 でホテルで動物の模型とかの話をすると主人公に気に入られてみたいなところもあるんですよダブル主人公なんですねだからこういう話ってね オチがね、どう終わるかっていうのがね、やっぱ大事っていうか、そもそも設定がね、特殊なんですよね。もうこう、現実世界じゃないと。考えられた世界だから、で、その中で主人公たちはどう思ってね、報道していくかっていうのが主題になってくるわけで、終わり方とかも着目するべき話なんだけど、僕は良かったと思いましたよ。まぁ、あ、文学らしい終わり方したし、金子カールさんらしい終わり方したと思ったね。僕ね、実は金子カールさんの本全部ね、 読んだんだですよね今月ね、1月にも、金子カールさんの一番新しい新刊の、同家貪さぼるアゲハの夢のっていうね、あれ新著者だったっけから出てる小説があって、 あれを先日読んんんだだららねめっっっちちゃ面白かったんだけど実に金子さししいいょっと難難解で難しい特殊設定みたいなね。特殊設定純文学ですよ。特殊設定ミステリーってあるでしょ、結構ね。最近流行りでしょ。特殊設定純文学みたいなね。やっぱあるんですよ。そのうちの一つが金子コカウルで、金子コカウルね、芥川賞の候補とかにならないのかないや、ここね、3年ぐらい芥川賞候補になってほしい。 欲しいわ全然あり得るよ。撮ってほしいね。普通に面白いし、こういう幻想系のね、話ってね、最近悪田会社ないような気がするからさ、特殊設定事文学ってね、ありだと思うんだけどね、っていう感じでございます。面白いよ。で、第2位ですね。第2位は、上田隆弘さんの旅のないですね。こう これは名作だったね。上田孝弘さんもね、正直特殊設定多いんですけど、旅のないは、まあ、現実の話ですよ。我々が住んでる現実の話が多くて、短編集でね、4つ入ってんですけど、 これはちょっとすごかったよ。四つとも面白かったね。前の動画とかでね、鬼滅の刃のドンジャラをするみたいな話をちょこっと言ったと思うんですけど、知り合いの子供たちが来て、主人公はもう大人の夫婦がいるんだけど、みんなで鬼滅の刃のドンジャラをするっていうね、話あるんです。あれ、名作だと思うんだけど、それだけじゃなくて、ちょっともう一個説明すると、主人公がいて、主人公の仕事の関係で、他のね、会社の同じ職業 職業してて、てる人人ととね、会会ううことになって初めて会う人でで、すよで。おじさんみたいな人で村上さんみたいな人がいるんだけど、主人公はね、作家をやってると、まあ、上田隆弘自身なのかって思わせるぐらいの作家をやりつつサラリーマンもやってる主人公がいて、 で、村上さんっていうおじさんに、あなた作家やってんですよねって言われて、作家やってんだったら私の話ちょっと聞いてくれませんかって言われるわけよ。で、その村上さんっていうのは昔、映画をやってたの大学生の時だったかな。映画を撮ってて、撮ってる映画の話に入るんだけど、自分自身がわからないみたいな話なんだよね。その撮ってる映画の主人公。その流れで、村上さんは実は、私は実は村上っていう名前じゃないんですよ。本当はとか言い出すの。村上さんって、ちゃんとサラリーマンやって やってんだけど村上さんの言葉で言えば、本名とかを毎回変えて、いろんな仕事を点々としてるって言うんですよ。それは本当かどうか分かんないわけ、こっちから。するとね、村上さんが嘘をついてる可能性あるんだけど、村上さんはそういうことをずっと言ってくんですよ。主人公に。だからちょっとね、怖くなってくるの、読んでくる。それが、まあ、表題作の旅のないっていう話で、村上さんは自分の家も持ってないと。点々としてるからね。 だから自分の家がなければ旅っていうものもないと。旅をするっていうのは自分の家がまずあって。 で、で、旅しようかなって言って、まあ、外国行ったりとか、まあ、国内の有名なところ行ったりとかして、家に帰ってくるのが旅なんだと。だけど、私には家もないから、旅っていうものもないんです、みたいな話をするんだよね。いや、これも完成度高くてね。ちょっと村上春樹の作風にも似てると思ったんだよね、僕。だから村上だったな、とか覚えてるんだけど、上田隆弘は、今までね、特殊設定、純文学ばっかり書いてきたんですよね。 前世の記憶があるとか、誰かの見てる視点を共有できるとか、そういうのばっかり書いてきたのに、この旅の内はね、かなり現実寄りで、目立たない人ってこういう作品も書けるんだっていう感動も一つあったし、で短編集だけど一個一個完成度高いから、ぜひっていう感じしますよ、皆さんも。面白いからね、おすすめ。で、最後。 栄えある第1位発表でございます。第1位は、滝口優勝さんのね、長い一日ですね。これはね、名作ですよ。久しぶりにね、瀧口優勝読んだんですけど、滝口優勝らしさも。 あるし、登場人物のキャラクターがめちゃくちゃいいっていうのもあるんだよね。竹口優勝の小説ってね。まあ、芥川賞取った死んでいないものっていうのあるんだけど、固定のね、指定をね、作らないっていうのがね、あるんですよ。ていうか、いろんな指定を持ってんですよ。普通ね、一人称だったら主人公の視点で入ってくるでしょ。でも、主人公の視点でずっと話進んでるのに、途中で違う人の視点がパッて入ったり。 これね連載なんですけどだからね20話ぐらいあってページ数300ページで結構なボリュームあるんですよねでいろんなね登場人物出てくるんだけど1話1話ね主人公変わるんですねで主な主人公はね滝口優勝本人なんですね滝口優勝さんが出てきて作家をやっててで奥さんもいると。 あと友達連中がいるんですよ。5人ぐらい友達連中で来て、みんなでね、お花見パーティーしようよとか言ってお花見パーティーしたりするんだけど、ストーリーというストーリーがないんですね。あまりね。純文学らしいっていうか、日々の日常をまず書いてるから、滝口優勝がそろそろ家引っ越そうかとか言って、近くの不動産屋に行って、 いい言えないかなとか言って探るだけの話とか、友達が散髪行こうかとか言って、散髪屋に入ってただ散髪するだけの話とか、一個一個は本当にね、しょうもないって言ったら怒られるけど、別に普通の話なんですよ。でもね、その普通の話の中に、やっぱ文学的っていうか日常の発見みたいなのが、ふんだんにね、書き込まれてて、ちょっと天才だと思ったね。そういうの上手いんだよ、滝口優勝って。 これ300ページなんだけど、文字びっちり書いてるんですね。鍵括弧とかで書かないんですよね。字の文と会話文がもう並列されてるっていうか、誰が言ったセリフかとかもわかるんだけど、字の文に溶け込んじゃって、で、長い一日っていうタイトルが秀逸だよね。これね、読んでるとね、長いって思うと思うわ。僕も読み終わるのにかなり時間かかったんですよ。だからこれ一日とかで読むような話じゃなくて、連載だからね、もともとね、 一日一話ぐらいでじっくりじっくりことこと煮込んだスープみたいな、いきなりパッて食べるんじゃなくて味は 読読むみたいな小説でんうわっと思って。なんかね、これも具体的にはね、言いにくいんだけど、多分驚くよ、読んでて。こんなことやっていいんだ、みたいなね、ポイントがね、いくつかありました。文学って自由だな、って本当に思ったもん。これ確か、講談社から出てるんだけど、さすがだな、講談社って思ったわ。上田孝弘さんの旅のないも確か講談社だったと思いますけど、講談社ね、最近ね、いい いい文学出してきますよ。本当に驚くね、これは。すごいと思った。 まあそんな感じでね、今回はね、2021年に読んだ本のベスト5やりましたけれども、これ最後ね、11月と12月に読んだ本のリスト全部出しておきますけど、まあここへ出てるのは全部ノミネート作品みたいなことですよ。この中からベスト5を選びましたけど、も、まあ、しかしたら僕じゃなくて他の人だったら、これの方がベスト5入るんじゃないみたいな先もあるやもしれませんけどね。まあしかし11月と12月だけだから、今度2022年ね、来年っていうか、 今年は1月から12月まで読んだ本の中からベスト5を選びたいなと思っております。そうできるように定期的に本を読んでいきたいなと思っておりますね。はい。もしよければね、皆さんが読んだ2021年のベスト5とかね、まあベスト1とかでもいいんですけど、コメントにね、書いていただければ僕もちょっと参考にさせていただきたいと。 思っております。僕も最近本ばっかり読んでるからね、本のことしか考えられないんで、皆さんのおすすめのね、小説ありましたらね、教えてください。面白いなって思った小説、どんどん教えてください。はい。まあそんなところでございます。まあそんな感じでね、まあ今回は終わろうかと思います。高評価、コメント、チャンネル登録ね、どうぞよろしくお願いします。ではでは、かっちゃんでした。バイバーイ